はい、皆さんお疲れ様です。今回はですね、ちょっとね、過去の動画の振り返りというところで、買ってはいけない、アイテム、これのね、ちょっとご紹介って言いますか、ちょっと商品レビューね、今まで何回かしてるんですけども、その後日談っていうのがね、載せたことなかったんで、それをね、この場でちょっとお話ししたいなと思います。だからですね、こう動画にある商品を今検討されている方はですね、まずね、この話を聞いてからね、ご判断していただいたらいいかなと思います。ということで、こちらがですね、私のホームになるんですけども、そこからですね、再生リスト、ちょっとね、皆さんがご覧になられている画面とは違うと思うんですけども、再生リストとかっていうのがあるんで、まあ、こちらの方に、今回ちょっときれいにまとめましたんで、ご覧していただいたらいいかなと思います。でこちらがですね、まあ、こんな感じで、よくね、あるところでこのカスタムメンテナンスでかトラブル修理で商品レビューですね、というので、あとね、キャンピングカーはキャンピングカーでちょっとまとめさせていただいてます。であとはね、ちょっとね、旅とかね、キャンプとかするんで、それの動画まとめてんのと、あとロビン君のね、動画ですね、ちょっとこちらにまとめてます。あとはまあ何でもチャレンジということで、まあ、こちらについてはまあいろいろね、してきたやつをもうここへちょっとまとめてます。ちょっとね、ジャンル、この中のジャンルにも当てはまらないやつはだいたいここに入れてます。はい、ということでね、今回ちょっと買ってはいけないっていうか、注意してほしい商品についてお話しするんですけども、それはね、こちらの商品レビューの中に載せておりますんで、まあ、ここを見ていきたいと思います。ということでね、ちょっとこの中身がこちらになりました。これもね、ちょっと、皆さんのやつとはちょっと違うと思うんですけども、こちらにざーっと今までですね、買ってきたものとか、こちらにこうリストとして載せております。はい、はい、ということで、私最初に買ってはいけないって言いましたけど、別に買っても全然 OK なんですが、まあ買うときにね、注意してくださいという意味の買ってはいけないなんで、誤認のないようにお願いいたします。で、まずはじめに、こちらですね、アンテナカバー。これはね、実は、こう、いろんな種類があるというところで注意していただきたい、ということになります。で、以前ね、もう一個、これですね、シャークアンテナっていうやつがあるんですけども、こちらを買って、私ね、簡単に上かカポッとかぶせようと思ってたんですけども、案の定、合いませんでした。ということで、ちょっとね、簡単に考えすぎてたんで、私がね、間違ったんですけども、こいつ自体はその元あるアンテナと完全にこう交換するような形になってるんで、まあ、そこだけ認識していただいたら、まあ、こちらでもいいかなと思います。ただしちょっとね、そのままつけるには若干チープな面、ちょっとね、プラスチックのカバーだけになるんで、雨漏れとかね、まあ、そういう風な考えた時どうなのかなとか、あと両面テープで貼っつけるタイプなんで剥がれないかなみたいなね、心配があるんで、ちょっと私はこいつをつけるのは見合わせておりました。で、そこで見つけたのが最近アップしてますこちらのアンテナカバーですね。こちらので、これはね、もうそのままカポッとこうかぶせることができるので、チャンネルベースにあったこのクラックとかがね、綺麗に隠れて綺麗な状態に見えます。はい、こちらはですね、私が思っていたような感じだったんで良かったんですけども、下のね、パッキンの部分までは隠れるようにはなってないんで、まあ、その辺だけちょっとね、考慮していただいたらいいかなと思います。はい、次にね、ウインカー
これですね、これね別にね、買ったらダメなわけじゃなくて、これ僕ねおすすめ、逆におすすめなんですけども、注意しなければならないのは、これね、車検に通らないらしいです。で、皆さんね、書き込みでいろいろ教えていただいたんですけども、やはり車検前はね、前の元のやつに戻してくださいとかっていう、指示があるようなので、そこをね、ちゃんと理解しておられる方でしたら、こちらめちゃくちゃそのドレスアップ効果高いんでね、いいかなと思います。はい、実際にねこれ、もう別にねその視認性が悪いわけでもないし、 なぜ車検に通らないのかもちょっとよくわからないんで、なんとも言えないんですけども、まあ結構ねかっこいいんでいいかなと思うんですけども、ちょっとそういう風な問題があるというところで、ちょっと気をつけてください。はい、であとはですね、そうですね、よくあるね、お問い合わせで、LED 関係。はい。私、これ、黄色と白の切り替えができる LED フォグランプを購入したわけなんですけども、こちらもね、ちょっと後日談にで言いますと、これね、今現在外しております。その理由はですね、まず、これをつけるにあたって、キャンセラー、がいるわけなんですけども、そのままつけちゃうとランプ切れのマークがこうつくのと、まあ、うまいことこの、LED フォグランプのこの何て言うかな、切り替えっていうかな、がまあ動作がしないというところで、キャンセラーが必要になってきます。でそのキャンセラーがですね、まあ、いわゆる抵抗そのものなんで、加熱を良くするというところで、私ね何回かやけどしそうになりました。で当然そのライトをつけた状態でこう電流をこう通してると、そのキャンセラーがね加熱するんで、変なね配置をしてるとですね、その熱で、要はケーブルね、電線とかがこう焼けてショートしちゃう可能性もあるんで、これちょっと注意が必要というところで、この辺についてはちょっと皆さん、買う時にはですね注意していただいたらいいかなと思います。後日談のねこういう動画を流せればいいんですけども、なかなかちょっと編集に追われて皆さんにお伝えすることができないんでね、ちょっとねこの場を借りてお伝えしておきます。あとですね、このフォグランプつけた時はね、ちゃんとこう両方光って切り替えもできてたわけなんですけども、この何回か使ってるうちに片側だけしかこうつかなくなったり、あと切り替えがねできなくなったりしたんで、まあそれも理由の一つとして現在は取り外すこととなりました。はい、で次にこう LED の、これポジションランプ、これがですね別にね悪くないんですけども、物によるというところで、私これね一応キャンセラー内蔵の、LED のポジションランプを購入してこうつけてたわけなんですけども、最初はね全然問題ないなかったです。全然問題なかった。で、まあ、つけやすい、普通にねつけやすいんですけども、安いのはね何かありますよね。多分ね車のその振動とかでハンダ部分がこう緩んでくるんですかね。気づいたらね点滅みたいなして、要はランプが切れかけたような状態になってたんで、その辺をちょっと。これまたね何個かねこう10個ぐらい入ってたんですけども、まあ、同じになるやろということで元のやつに戻しました。はい、ということでね、こちらもですね、まあちょっとね私が買ったやつは粗悪品って言ってあれなんですけど、まあ、あんまりよろしくなかったんで、ちょっとね皆さん買うときはいろいろとその書き込みとかですね見てご判断していただく必要があるかなというところで、こちらもですねちょっと買う際は、購入する際はちょっと注意していただいた方がいいかなと思います。
ざっくりね、まあ、注意するものっていうと、まあ、そんな感じなのかなと思いますけども、こちらも言っといた方がいいかな。バックカメラ、こっちはね、確か新しい方やったかな。古い方、古いタイプのドライブレコーダーがあるんですけども、それについては、カメラの周りに LED がついてるやつがあるんですが、それは車検通りません。なので、強引にね、車検を通すときに剥がされる場合があるんで、せっかくつけたのに剥がしやがってと、思う方もおられると思うんで、最初にね、そういうのを車検通らないよということで、お伝えしておきます。これね、かなり古い方の動画になると思うんで、ちょっとね、古い方の動画を見て、ご購入される方は、注意した方がいいかなと思います。ただしね、もう今は、そのタイプがもうだいぶ減ってると思うんですけども、まあ、売ってないと思うんですけども、ちょっとね、もし、このバックカメラね、つけたいよっていう方は、その辺ちょっと注意していただいて、で、なんていうかな、LED のその、ランプがこうないタイプのやつをちょっとチョイスしていただいた方がいいかなと思います。はい、ということで、私がね、今まで、購入してきたこうアイテムの後日談ですね、今回お話しさせていただきました。で、皆さんね、私の動画を見て、こういうふうな商品あるんだというところで、購入をね、考えておられる方は、ぜひね、今回ね、こう伝えた内容を、参考にしていただいて、まあ、購入するか、ね、まあ、他のにするかとかっていうのをね、ご検討いただいたらいいかなと思います。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。